はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはアガサ・クリスティオリエント急行殺人事件ということで、まあアガサ・クリスティのね、まあ、小説は有名だけど、なかなかこうゲームで、あ、ドラマとかね、映画とかそういうのはあったけど、あんまゲームで見かけることはね、まあゲームというと基本的にほら、有名な探偵はやっぱホームズを使うことが多かったりするんだけど、まあ今回ね、アガサ・クリスティっていうか、まあポアロですよね、エルキュール・ポアロの作品が、まあ、ゲーム化されたということで、ちょっと見てみましょう。まあ、有名な小説ですからね。ということで、いきなりムービーがあるんです。ちょっとこれは、手応えのある謎解きが楽しめるアドベンチャーゲーム。プレイヤーはポアロとなり、美しいグラフィックで描かれる寝台列車に乗車する。ステージの隅々を探り、入手した手がかりから難問を解くことで衝撃の真実が明らかとなるということで、ポアロってほら、いろいろとイメージが なんとなくこう、ちょっと頭の薄いさ、で、ひげが特徴のおっさんのイメージ、ちょっと小太りのおっさんのイメージがあるけど、今作はこれ見た感じだと、そうでもないんだよね。割と細身な、細身とまでは言わないか。これは、でも細いよね。なんかイメージとしてはヘイスティングスだっけ、なんかそっちのイメージに見えるんだよな、ポアロっていうよりこのおっさん。どうなんだろうな、わかんない。まあ小説で見ながらなかなかビジュアルは出てこないけど、なんかポアロのイメージもう少しな気がするんだけど、でも全体的にみんなこう細身のキャラクターなのかな。全てを疑い全員が容疑者だそうですね。っていうか全員が犯人なんじゃなかったっけまあいいやまあいいでしょう。はい、ということで、まあ、さっきの本読んだからいいな。で、アガサ・クリスティ不朽の名作を現代版として再構成。1934年に出版され、世界中のミステリーファンに愛される、オリエント急行殺人事件の現代版アレンジ。スマホやイヤホンなど現代のアイテムが登場し、新鮮な面白さを味わえる。スマホが現代っていうのは分かるけど、イヤホンっていうのも、まあ、1934年になかったのかな、まあ、分かんないけど、イヤホンがいつぐらいの時代か分かんないんだけど、スマホとイヤホンってだいぶこう差があるんだけど、まあ、だからそういう意味ではそんなにこうなんだろう、1934年って90年前ですよ。だから90年前からすると新しいけども、まあ、なんだ、今の人からするとそんなに新しくないものも、まあ、入ってきてるってことだよね。その34年から比べると。うん、で、オリジナルエピソードを含む、極上のミステリー体験。原作にはない13人目の容疑者が登場する本作だけの新しいエピソードを収録。といってもさ、全体で一つのストーリーじゃない、オリエント急行殺人事件って。だからそこになんか一人入ってくると、それだけで全体が変わっちゃう気がするんだけど、エピソードっていう枠にとどまるのかな。これどういう追加のされ方してんだろうね。なんかちょっと短い話一個追加したってわけにいかないじゃん、前編の物語があるから、うん、新キャラクターのジョアンナも登場し、ストーリーに馴染みがある人もない人も楽しめる内容となっている。だからこの13人目の容疑者がジョアンナってことなのかな。13人目の容疑者が登場するエピソードと新キャラクターのジョアンナとか別なのかな。これもよくわかんないんだよな。まあいいや。はい。そんな感じの疑問を持つ感じですが。でもこれが一応ポアロなんだよね。このヒゲのおっさんがね。うん。キャラクター分析と。どのぐらいこうプレイヤーが推理できるかってところはちょっと気になるかもしれません。はい、ということで、アガサ・クリスティオリエント急行殺人事件、2024年1月20 25日発売予定で、4800円税抜き、税込みだと5280円かな。でジャンルがアドベンチャーで、プレイ人数がプレイオフライン1人。任天堂スイッチ PS4 PS5 ってあるんですけど、パッケージ版は PS5 だけみたいですね。だからセロ B だから、まあそんなにこう殺人事件といっても現場にこう死体があるぐらいの見せ方なんじゃないかな。
セロビーだからなんかそんなにこう暴力表現をこう激しくやってるシーンが映るっていう感じでもないのかなという感じがします。まあ推理物のアドベンチャーもね、ファミコン時代とかのねこうアドベンチャーと比べるとキャラクターの演技があってね、こうね、まあ、演技がどのぐらいやってるかは、まあ、単なるこう 3D キャラクターが喋ってるだけかもしれないし、こうちゃんとしたこう動き回り立ち回り所作いろいろあるのか分かんないけど、まあ、その辺がねどのぐらいこうあるかで、まあ、だいぶイメージ変わるよね。まあ、なかなかねこうあっちこっち自分で移動する場合だとなかなか見つけにくい場合とかもあるから、どの辺までこうフォローされてるかっていうのもちょっと気になりました。はい、まあね、あの元々の原作がねこう名作っていうかね、こう今でも伝わる有名な作品だから、それをねちゃんとこう尊重した作りになってればいいなという願望だけを述べておきます。